逃がさないわよ。ちょっとビリビリさせないとね。ちょっとビリビリさせないとね。読み終わった？規則や制度も理解した？うん、その渋々って感じわかるよ。飛行指南はつまらないからね。私も読みたくの。うわあ、このことはジンさんに内緒ね。そうか？このお話結構面白かったけどな。面白い？あ、もしかして付録の実練習のこと？私も好きなのがあるよ。一番好きなのは風スライムで飛ぶやつかな。風スライムが破れた時に発生する気流を使うと高く飛べるらしいね。いつか試してみたいな。それじゃないぞ。鳥が空を飛ぼうとする話だ。うん。ちょっと見せて。ああ、これ私が小さい頃に大好きだった童話だ。 ごめん、飛行指南書と同じところに置いてたから出かける時に取り違えたんだ。全然違う本なのに間違えたりするか。こんな話するの少し恥ずかしいんだけど、間違えた原因は私に飛び方を教えてくれたのがこの本だったから。大事なのは強き風ではなく勇気だ。それが君たちをこの世界で初めて飛ぶ鳥にした。この言葉が私に飛ぶ勇気をくれた。偵察騎士や飛行チャンピオンになれたのも。あ、まあこの話はおしまい。早速テストを始めようか。緊張しないで、いつもと同じように飛べばいいから。私がマークしたルート通りゴールまで飛んでね。でもバランスを取れただけあるね。次のテストはモンド城内でだよ。先に行ってるから早く来てね。よし、オイラたちもモンドに戻ろうぜ。あまり待たせるなよ。